ですね、はい、続いては毎週日曜日夜11時半からの30分間ポップカルチャーを全然分かっていないラジモエちゃんとケイちゃんの2人がポップカルチャーを紹介する番組いまいち燃えないラジオ、はい、いまいち燃えないラジオからラジモエちゃんがなんと今日このステージに駆けつけてくれました。もう僕も何回かゲストでね、まあ、出させていただいたんですけども、ほんまにゲスト扱い全くないというとんでもないラジオ。いやでもなんかすごい楽しそうにやってたじゃないですか。いやもうね、うん、もうケチョンケチョンにやられますから、ゲスト殺しという、はい、ゲスト殺し番組として有名ですけれども、はい、それでは早速登場していただきましょう、はい、ラジオエちゃんです、どうぞ。ノリになってますけど、そうやね、勝ったんですか今日ね、はい、もう恋祭りということで出ていただきましたけども、この仮面恋も出てたりとか。そうなんですよ、いろいろ最近出てますけれども、やろう、はい、やろうってやろうってやろう、ほんまにほんまに親しみやすいままあったわ逆に、まあ、ラジモエちゃん一人で寂しいので、はい、相方呼びましょう、はい、けいちゃん、今日なケイちゃんやる気やねんで、見てこの足、こんなん出さへん、いつも露出せえへんのに今日なんかな、これで露出、これで露出してる方なんですか隠しきってますけどね露出してる方なんですね、これそうらしいですね、はい、なんだ、いや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 、はい、いやいやですよ、ほんまに見て見て、クマちゃんのメガネ持ってきてほんまは乗っかれるもん乗っかってね、ほんまは赤い服着てきて、うん、この後の司会奪ってしまうやがが思ってて、あでもケイちゃんの MC でもいいと思いますよ、そんな気するからやめてるよそんな気するからやめてる、まあ、そんな僕たち
ダーなんかも一緒にライブもまあしたこともありまして、あ、そうそうですね、そうなんですよ、はい、いまいちもえないラジオって、まあ、日曜日の夜11時30分から30分間の番組やっていて、はい、初めていまいちもえないラジオとしての本格的なイベントを開催した時に、はい、なんかあの赤い服着てるよ喋る人ちょっと音楽したい言うてるから呼んでみようかバンドマンや言うてんねん今日も出ますよ最後にバンドマンや言うてる、おしゃべり赤い人やな、おしゃべり赤い人、それがおしゃべり赤い人、おしゃべり赤い人、聞いて聞いて、あんなうちのお母さん の友達がな、そこでライブしてたやん、そごうの前のとこで、そごうさんでね、やらせてもらってますよ、うちも応援してもらって、あのすごいあの面白いお笑い芸人さんがおってなみたいな、バンドマンや言うてんねん歌も歌えんねんみたいな、バンドマンギャップや歌が先や、言ってましたよ、え、なんかおまけなんじゃん、誰が時間が余ったからほな歌でも歌うでちゃうわ歌が、あ、もうどっちもええわもうええわもう、まあまあね、まあ、一緒にでもなんかいろいろやったりしてるんですよね、実はね、そうなんですよ、最近なんか兄弟みたいななんかユニットを組んでるんですよね、お兄ちゃんこの妹困るわ、お兄ちゃんお兄ちゃん兄弟水道筋めっちゃお得やねんでっていうようなね、このポイントカードの PR のプロモーションビデオ一緒に撮ったんですよ、僕がお兄ちゃんで妹役でね、36歳のお兄ちゃんとかありえへんいや大丈夫、ちゃんと好きですよ、お兄ちゃんと好きですよ、もうなんかもうねもうやれやれといった感じですけれどももう困った妹が暴れておりますけれども、まあ、せっかくなんでその時ね、まあ、一緒に歌を歌ったんで、はい、それをじゃあ歌いましょうか、今日は特別にね歌いたいって言うやん、歌いたいバンドマンやっつって歌いたい、まあ、ほな今日はほなうちの僕渡辺フランというバンドやってるんですけども、その渡辺フランのギターのいくちゃんに弾いていただきましょう、いくちゃん大好きよ、イエーイ、いくちゃん失敗してもいいようにな、ギター弾いてもらうらしいで、あの ラジモエに合わせてくれるいくちゃんっていうことで ね、今回は、はい、ギターで参加、いくちゃんでございます、イエーイ、いくちゃん、やりましょう、まあ、せっかくなんで水道水商店街の PR ソングですから、はいはい、そうです ね神戸ですよ、僕たち僕地元ですから灘区ですからね、そこはね、うん、はい、それも盛り上げていきたいと思いますんで、水道水商店街の歌ですけども、今日は三宮のいろんな商店街でもね、皆さん楽しくお買い物していただければなと思います、英語と言う、はい、奪ったれ、やめとけやめとけもう早やれ歌えちゃうやん、あれ、それでね、渡辺フラワーさんって赤いおしゃべりの人と緑のしっかりした人ともう一人あるでしょ、あ、そう、ちょっとアニメが好きな人、はい、はい、に今回はちょっとダンサーとして登場してもらおう、そう、うちさん手塞がってるか踊られへんやん、むっちゃんが踊ってくれるっていう、というわけでむっちゃんに登場してほしい人、大きな拍手お願いします、むっちゃんのベースのブサヒレカです、確実に私服やけどね、めちゃめちゃオフやん、めちゃまだスイッチ入ってないやん頑張るぞはい、なんと渡辺フラワー全員集合で、はい、やりましょう、ラジモエフラワーでやっていきましょう、はい、やりましょう、はい、やりましょう、あなたたちもあなたたちが一番尺食うんやから今日な尺食って渡辺フラさんのライブがな短くなるって聞いたから、やめとけしわ寄せくるからそう、終わりの時間絶対決まってんねんて、押せば押すほどな歌われへん、知ってるわ、だから早やれって言うんだそれも言わんでええや、早やって、早やったらええ、ラジオ関西さんのスタッフさんはな、はいはい、ラジオにその使命をな任せてんねん、ええねん、そんな任せんねん、もうまだ喋るでって言って、もういいってもう歌おうってもうなるほど、じゃあ陽水ダンス時ね、はい、これはくもちゃんがメインボーカルやから、はい、きっちり歌っていただきましょう、そう、歌詞覚えてないんですうち、え？え、これ変えてるんじゃないですか、え、変えてるじゃないですか、いや、これ見て歌ったらダメですよ、え、見て歌ったらダメですよ、え、これ叱れようですよ、なんかなんだってこんな気持ちだ、もういいから歌うよ、歌うよ、焼肉パーティー、焼き焼き焼き
を作るって焼肉パーティー水道筋でうどんを食べてどんどんうどんを食べてゆったりほっこりナイスパーティータイムでメガネをかっこよくモテモテメガネを買っておいしいお米を土産にうちに帰るお米母さん喜ぶメガネを買って土産にお米しました。スッキリした。スッキリしました。水道水のことも言えて答えてもうあなたたちとはスッキリしました、ね、はい。帰った方がいいですか。はよ帰ってください。ラジモアの皆さんでした。ありがとうございました。この後もお楽しみください。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。もう大変やったわ。いやなんかもう嵐のように。そうですね、予想通り尺食いましたね。はい、やっぱすごかったですね。まあ、ラジモンちゃんとケイちゃん、いまいち燃えないラジオやってますね、はい、こちらのまたお聞きください。よろしくお願いいたします。はい。